2020スカイチケットプレゼンツディープ97インパクト開幕。9.20 スカイチケットプレゼンツディープ97インパクト。ディープの激闘が聖地に帰ってまいりました。久々の後楽園ホール、徹底したコロナ対策を行って開催していきます。実況は私野村達也です。早速本日の解説席ご紹介いたします。ディープの解説といえばおなじみこの方、ゴング格闘技の熊久保秀幸さんです。熊久保さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして本日ゲスト解説としまして、元ディープバンタム級王者 DJ 大輝選手にお越しいただきました。 DJ 選手、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速見どころ伺っていきたいんですけれども、今大会メインイベントはフェザー級のタイトルマッチが組まれていますね。そうですね、まあ、山田選手の試合が、ね、見れるのが、ね、年に1回とか本当に、はい、少ないんで、この山田の試合が見れることは貴重だと思いますね。なるほど。そして実際に DJ 選手はこの山田ノミネーターサトシと手を合わせたというところでは、そういった印象も後ほどゆっくり伺っていきたいと思います。さて熊久保さん、はい、今回はタイトルマッチもう一つ、ディープ女子ミクロ級が組まれていますね。はい、そうですね、西瀬選手と大島選手のですね、はい、まあ、王座決定戦ということなんですけども、まあね、この女子ミクロ級という歴史がですね、まあ、これからまた新しい、ね、こう扉を開いて歴史が始まるということで、はいはい、その1ページを、ね、はい、こちら飾るかというところですね。そうですね、新時代の扉が開かれていきます。 DJ 選手はこの女子の戦いというのはどういったところを期待したいですか。まあ、女子の戦いというか、まあ、西瀬選手と篠橋選手の前回の戦いが、はい、すごい女子の試合と思えないぐらいボコボコのフルボッコの戦いで、はい、私生でも見たんですけど、まさかまた地上波でその戦いを見ることになるとはって、はい、そうですね、前回は日清がまさかシナシに一撃を加えて勝利するということがありました。そのシナシが返上したベルトをかけて戦いが行われていきます。さあ、そしてキングレイナ、残念ながら体重オーバーとはなってしまいましたが、熊谷マリナとのダイレクトリマッチも組まれています。果たしてどんな姿を見せてくれるんでしょうか。ディープ97インパクト、まもなく試合開始です。ディープバンタム級5分2ラウンド、原虎鉄 VS 日比野エビ中純也。ディープバンタム級5分2ラウンドの戦いです。画面奥、原虎鉄、こちら今映っております白いトランクス、日比野エビ中純也の戦いです。こちらの緑のトランクスが原虎鉄です。第1ラウンドが始まりました。右足を前にしております原虎鉄、こちらプロデビュー戦です。熊久保さん、はい、なかなか注目のファイター。そうですね、はい、今年2月のね、ディープのフューチャーキングトーナメントですね、はい、バンタム級でチャンピオン優勝してますね。はい、原虎鉄選手は、はい、これバイクの選手だって本当なんですか。一時計画とさすがですね、下調べが、格闘技の経験から少し離れてバイクレースに傾倒していた時期があると。結構バイクでは結構な選手だったんですか。そこの戦績までがさすがにですね、はい、調べても出てこなかったんですが、さあその原虎鉄、日比野エビ中純也のタックル、ここガードしていきます、抑えていきます。バイクもあれですけど、はい、格闘技歴も相当多彩ですよね。そうですね、はい、空手、キック、柔術、ボクシング、レスリングと、はい、あらゆることやってますよね。そして警部ではここ注目の原虎鉄が今回プロデビュー戦ということになりました。はい、一方の日比野エビ中純也、こちらは去年の11月にファイティングディスカスでプロデビューして一本勝ちをしているファイターですね。はい、そうですね、まあ、2月、こちらも、ね、2月のフューチャーキングトーナメントに出て、その時はフェザー級だったんですね。はいはい、で、まあ、決勝戦に駒を進めたんですけども、まあ、怪我で棄権ということですね。はい、まあ、涙を飲んだんですね。私立恵比寿中学というアイドルの、はい、ファンであり、エビ中公認でファイター、はい、ということになっております。すごいですね、昔指原莉乃さんのですね、はい、公認のサシコちゃんというキックボクサーがいたんですけど、はい、それを思い出してしまいました。そうですね、はい、さあ公認ってどうやってもらえるんですか。それいや本人に直接聞いたらしいですよ。いいですかって聞いてみようかなあ、そうですよ動きはない生で知ってるもん、ね、いやもう DJ 選手の試合を見に来てくださったわけですからね。ゆかりです、田村ゆかりさんは展覧時代というお話をなさってましたけれどもまあでもね、そういう名前を背負ってるわけですからね、日比野選手は、はい、負けられないですね。絶対負けないじゃないですか。打ち首ですよ、そんな好きなアイドルは、はい、うん、さあ現在は原虎鉄が日比野を押し付けているような展開です。
ここまで序盤の攻防、DJ 選手はどのようにご覧になってますか？見た感じだと、原選手がなんかオールマイティな印象をなんか説明いただいたんですけど、はい、なんか見てるとなんかキックボクサーみたい な、 なんかスマートな、まあ、パンチもまっすぐのパンチだし、はい、普通のキックボクサーとかの戦い方しますよ。一方の日々のエビ中純也、こちらの方はどうでしょうか？なんか組みたいのかなって感じですけど、まだなんか手札取れてないし、はい、まあ、何をしたかちょっとまだ分かんない。まだ基本的には寝かしたいんだろうなとは、はい、熊久保さん、はい、積極的に日比野がタックルに行ったりそれを、ディフェンスする原、そんな構図ですね、はい、そうですね、まあ、原選手確かにこう手足が長くてね、すごいこうキックボクサータイプというか、はい、ライフ得そうな、得意そうな出しますよね、はい、レスリングっぽくないですよね、そのレスリングだったっていう、うん、打撃で前に行く日比野を打ち返していきます。原のパンチが当たっていく。第1ラウンドは2分を切っています。さあ踏み込んでパンチ、原虎鉄。熊久保さん、はい、原はデビュー戦ですが、はい、冷静な表情が見えますね。冷静ですね、はい、すごい落ち着いてますね、はい、それで相手のパンチもよく見えてますよね、はいはい、変化を加えてタックルにいったのは日比野、尻をつかせていきます。ケージに背中側がついている原虎鉄。 DJ 選手、日比野のこの鋭い攻めというところが一つ光りますね。今ダブル1回入って、はい、でもね、で背中つかすところも入ってないんで、ね、ないんで、はい、まあ、今この状態だったらバック取って、まあ、フルバック取るとかそういうのしたいんですけど、うん、前ちょっと完全に寝かしきれてないですよね、うん、今は足を束ねていこうという、そうですね、一応判定基準としてダメージっていうのがあるから、はい、まあ、手を取っただけでは多分ポイントに入りにくいと思うんですよね。これ一回、まあ、肘なりパンチなり打たないと、はい、さあ原の方が立ち上がっていきます。第1ラウンドは残り時間1分を切りました。足をかけて倒そうという日比野なんですが、踏ん張っております原です。だもしかしてこの、日比野選手が手札を取ったけど、はい、ダメージがないということでもしかしたら原選手につくかもしれないですね、このラウンド。なるほど、パウンドしないから、腰のあたりに組みついて膝を入れている日比野。第1ラウンドは残り時間30秒を切りました。グリバックですね、はい、背中を向ける原、足をかけていく日比野、もう1回倒していくが、しかしもう第1ラウンドは残り時間がありません。原の方は懸命に立とうという姿勢です。正面を向き直ろうと思ったという感じですね、はい、ここで第1ラウンド終了です。この1ラウンドは DJ 選手はどのように評価しますか？試合をコントロールしたのは日比野選手だと思うんですけど、はい、でも、まあ、テイクダウンいったところから肘を打てられてらっしゃる、明確なダメージという意味では、原選手ついたかもしれないですね。これを踏まえて第2ラウンドはどういったところを期待したいですか？もうだから日比野選手はっきりポイント取ることですね、まあ、はい、1ラウンド取られるとしたらこれ2ラウンド制だから、うん、まあ、その1本勝たな、取らなきゃもう勝てないわけだから、はい、まあ、寝かしてパウンド連打か、まあ、サブミッション取るかしかないんじゃないでしょうかね、日比野選手としては、はい、原選手もこのままだとね、自分のところにポイントついてると限らないわけだから、1ラウンドドローを取られてる可能性もあるんで、一応、はい、まあ、ドローはないか、まあ、向こうに取られてる可能性もあるから、まあ、原選手としてもしっかりポイントを取るというか、まあ、KO打撃倒したいですね。やっぱ2ラウンドだから取ってるとは限らない、はい、あるいは明確に攻めていきたいところ。最終ラウンドの第2ラウンドが始まっています。まあ、正直1ラウンドはどっちについたか分からないようなラウンドだったんで、はい、お互い、まあ、セコンドにはもう決めきれって言われてるでしょ、うん、両者の打撃が交錯する。変化を加えてタックルに行くのは日比野、しかし対策する原。熊久保さん、はい、このタックルへの対処というのもしっかりしていますね。そうですね、はい、その背中つけるのも防いでますね、はいはい、立ち上がりも早いですよね。入ってきたがってる、大きく形状動いておりますのは日比野エビ中純也です。ちょっとでも2回ダブルで入られたんで、はい、原選手やや警戒してるんじゃないですかね、はい、原選手が膝を、まあ、蹴りを出さないからタックルダブルレクター怖くなくて入れるんですよね、はい、今出しましたけど、パンチだけだと、ね、タックル入る方が楽なんで、そういうところを混ぜていく必要があるわけですね。そうですね、まあ、蹴るぞ蹴るぞっていうフェイントだったりとか、もしかしたら、まあ、左にテーピング巻いてるから、もしかしたら痛くて蹴れないのかもしれないですけど、ただ蹴りがないとタックルは容易に入れちゃうんで、はい、逆
に原の方はどのように組み立てていく、まあ、今の感じいいと思うんですけど、だんだんそのタックのタイムが読まれてきているんで、はい、まあ、打撃からですね、しっかりと相手が怖いような打撃を打ってからタックに入るとかしないと、うん、だんだん原選手はタイミング読んできているんですよ、はい、だから、まあ、スプロールで切れたりしてるんで、さあ今日比野の背中に張り付いている格好の原、首に腕が巻きついていくかどうか、あ、チョークが入りそうですね。懸命に下でこらえているのが日比野、上からパンチを落としております原、隙を伺っていきます。これいつも思うんですよ、 DJ 選手、これどっちが疲れるんですか、この体勢。これね、まあ、どっちも疲れるのが疲れる方が違うんですよね。これ後ろ取られている方は腰が疲れて、はい、まあ、足の筋肉とかで、上の方はもう足が集中的に疲れますね。これ足でしっかり絡んどかないと、はい、滑り落ちちゃうんで、すごい力入ってるんですよ、これ服入れるの。だから上は結構足が疲れますね。だから疲れて一回足着地して休憩する選手もいます。なるほど。今は原の方は足しっかりとここはフックしている状態で後ろからパンチを当てています。姫野選手はね、これね、振って相手を疲れさせなきゃダメなんですよね、はい、相手の肘とテーピングしてるんだ、テーピングと狙って肘を打つとか、はい、足をこうずらされるのがそうキープするのが大変なんで、そうそう、こういう風に足をずらすのが、まあ、しかも道着がないから滑るんで、相手を疲れさせるのが手なんですよね、はい、後ろ取られてる方は潰しに行こうとしたんですが、原の方も懸命にその状態をキープしていきます。これはもう原選手楽ですね、こうなっちゃったら、はい、筋肉つかなくていいんで、しかもフックも入ってるんで、はいはい、これ2つロックってやつですか、もうこれも結構がっちり抑えられてるんで、そうするとあとはもう隙をどう作っていくかというところですか。まあ、とりあえずあとはとりあえずキープでもいいって言われてるかもしれないですね、もしかしたら、はい、その4の字しっかり作るまでキープとか向き直りそうです。日比野が暴れて振りほどいていきます。引き倒す。ここを抜かしたいですね、はい、日比野選手は倒すんですけど、その後の攻撃はないんですよね、全然。レスリングが強いと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと MMA の練習をもっとやった方がいいかもしれないですね。相手にダメージを与えるっていう、まあ、例えばグランドフィジの練習やったりとか、はい、ちょっと今のところね、倒すはするけどダメージ与えてないんですよ。このレスリングが上手なんですよ。背中をつかせた次の展開というところで、ダメージを与えるのは判定のポイント入るような攻撃をしてないんで、はい、上手で終わっちゃってるんですよね。まあ、でもタックルの鋭さやなんかをこう見せてはいいんですけどね。ダブルエッグ上手かったですね、はい、さあ最終ラウンド残り時間1分を切っています。もしかして日比野選手はレスリング出身なのか、簡単にバック取られるところがレスリングが特徴っぽいんですよね。むしろ原選手よりも日比野選手がレスリングっぽいですよね、動き。はい、さあ残り時間がなくなっていきます。なんとかこれを打破したいのは日比野。なんか日比野選手はね、なんか来年はアメリカに拠点を置きたいということなんで。そうなんですね、はい、まあ、それだけのね、あのやる気がある選手なんで、はい、ここはね、勝っておきたいですよね。しかしその今も足を引っ掛けようとしたんですが、原の方はしっかりこれも防御しています。アメリカ行ったらエビチュアライブ見れないですそうですよねまあでも今はインターネットがありますから、配信などでですね、はい、さあ最後ラウンドの終わり際どうするか。何もなさそうですね。打撃を両者出して試合は終了となりました。5分2ラウンドの攻防、ディープバンタム級の一戦は判定へと持ち込まれていきます。1が微妙だったけど、2は完全なんか原選手が取った感じでしたからね。バックの印象は良かったですね、はい、まあ、1位日比野選手、2位原選手で、まあ、ドローがないからちょっとどうなる、マストで原選手かもしれないです、はい、うん、しかし熊久保さん、はい、終始落ち着いた表情は変わりませんでしたね。そうですね、はい、さあ判定です。マスト判定で1人目原、2人目も原、判定は3者いずれも原につきまして3対0判定で原虎徹が制しております。 DJ 選手、この一戦を振り返っていただいてどのような評価でしょうか。そうですね、まあ、原選手はもうちょっとうまいんだからもっと積極的に考えてほしかったですけどね、はい、まあ、寝技はもっと決めとか見たかったですけど、まあテクニックあるんでこれから期待できますね、はい、勝った原、この後の期待はどういうところが持てますかね。どこまでだい、まあディープランキングがないから難しいですよね、表現が、はい、ランカーぐらいに入れると思うんですけど。デビュー戦白星を飾りました。ディープウェルター級5分2ラウンド、
米田直央 VS ファイト。ディープウェルター級5分2ラウンドの戦いです。黒いトランクスが米田直央、手前赤いトランクスがタイトです。タイトはディープこれが初参戦となります。第1ラウンドの開始です。左足を前にしておりますタイト、右足を前にしております米田直央です。熊熊さん、はい、早速このタイトの経営者米田が捕まえに行きましたが、米田は去年の9月大会で島田伊吹に1本勝ちしているというところがありますね。そうですね、ストライカー対のグラップラーの戦いですよね、はいはい、もう早速、ね、あの米田選手が持ってきましたけど、うん、はい、タイトの方は打撃が得意なわけですよね。そうですね、もう空手出身ですね、はいはい、タイトはこれがディープ初参戦です。これまではパンクラスなど国内の大会に参加しておりますタイトです。一方の米田直央は怪我に見舞われまして、去年3月3年ぶりに復帰、佐藤陽一郎を相手に前線しておりました。横から抑えていきます。まあ、戦績的にはそんなって感じですけど、まあね、はい、やってきた相手が米田さん強いですからね、まあ、実績的には米田さん圧勝かなと思うんですけど、はい、早速その米田が自分の強みを見せる、そんな展開になっています。ちょっとこのタイト選手逃げれてないですよね、この、はい、持つところがそう、今だといいんですけど、頭持ってもどうしようもないんですよこれ、うん、あの脇くぐってこうやって、あのなんだろう、片足タックみたいに潜っていかないと握らんないんですけど、はい、こうやって顔を押すだけは楽なんで逃げることはできないんで、はい、まあ、米田選手はガッチリ抑えられますよね、この体勢だと、うん、あのがっちりその体と体がくっついてるじゃないですか、だからもう、はい、あの正面積が、押さえられて正面積が大きいんで、うん、なかなか動けないですよね、下の選手は。そうすると、どういう風な、まあまあ、下でこう、例えば暴れたり、エビになったりっていうことが必要。今、左足が、外に出てるじゃないですか、だから左の方に、左から、脇出してって、で、相手を後ろに回るように、で立っていくっていう、で、あの片足タックル そのスクランブルになって、逃げる、立つっていうのが、うん、今みたいな、そうそう、左脇。左倒す、あでも刺してないから、左脇刺してないとまた牛殺しみたいな、上から、刺して下から刺してるのが強いんで、今さっき右脇刺してるじゃないですか、はい、だから左で勝てないんですよ。一旦立とうとしたタイトなんですが、米田がそれを許さずに再び上からパンチを落としていきます。ね、ベタってんちゃダメですよね、こういう風に、はい、もっと暴れて、そのなんだろう、まあ、後ろめて指導そうそう、これいいですね、はい、これで片膝ついて立っていくと、歩いていくと、はい、あまた寝ちゃってください。ちょっと、まあ、この辺りはもちろん米田の方も動きをしっかり把握しながら、だからその 1つ2、3の動き連続しなきゃダメなんですね。相手がその対策を寝る前に動くっていう動きじゃないと立てないですね、はい、でないと米田の方は割と、まあ、1つ楽に、1つ来たものに対して1つ対策すればいいだけの話だから、はい、うん。第1ラウンドは残り時間2分を切ります。この体勢自分は得意なんですけど、はい、そうですね、膝が立ってその2本で立たなきゃこれ握らないですよね、この体勢からは。片方だけですと弱い、まあ、それでいなして、そのまたなんだろう、あ、今立ちました、はい、しかしそれを崩していく米田。米田の方も懸命にこの辺りはタイトの抵抗を抑え込んでいます。そこからバックについていく、パンチを落とす、立たないと、これは、はい、タジョ選手は。米田選手はあれですね、あの現スポーツアカデミーで練習会をさせてるんですね、はい、ですセコンドもあの岡見選手と米田選手がついてますね、まあ、トップところからね、本当集まってる練習会ですからね、うん、まあ、米田選手はやっぱそこで、ね、もう本当に最新の MMA を鍛えてると思いますけどね。戦い方がゲンっぽいですよね。しっかり組みついて、台形しないで組みついて寝かすっていう、抑え込むっていう、なんかそのイメージが、まあ、そうなるとそのトレーニングの成果は今しっかりと出ているわけですね。上手いですよね、抑え込むのは、はい、まあ、本当しっかり削っていってますよね、しかもね、はい、ちゃんとどこでパンチを、もちろん先生は殴りたいですけどね、狭いスペース、肘を落とす、パンチを当ててきます米田。グラウンドのレベルは結構下がるんですよ、はい、だからもっと米田さん KO 狙えると思うんですよね、これだったら、これが下がったらバシ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 殴って、
そんなにね逃げるのも早くないんですよね、山選手は。うん、さあバックチョークの対戦になっていくかどうか。残り時間第1ラウンド30秒切ったところで米田が仕留めに行く。まだ顎の下なかなかですかね、まだ。後ろにいる米田に肘を当てようというタイトが抵抗する。残り10秒、パンチを落としていく米田。第1ラウンドは残り時間がわずかになってきました。対戦で今逃げる気ないですね。もう耐えるというところですかね。時間タイムアップ待ってます、はい。さあ第1ラウンドが終了しました。終始この米田の抑え込みが光る展開というところですね。北米だったらひたすら2ポイント入るような展開でした。あ、なるほど。そうなるともうとにかくタイトは仕切り直したところから、まあ、持ち味の打撃というところですよね。まあ、その一発蹴りをつかまれてテクノされちゃったんで、はい、まあ、ちょっと蹴りを控えるかもしれないし。最終の第2ラウンドが始まります。先ほどの1ラウンドで、ね、その寝技の実力差が本人も、ね、すごい分かったと思うので、はいはい、あと選手したもね、本当立って勝負したいですよね。このまま構わず蹴っていくタイト。もう金目背負っちゃってるんで、ちょっと金目背負いたくないですね、対戦して。なるほど、はい、プレッシャーをかけていく。プレッシャー相当あるんでしょうね、はい、まあ、蹴りいいですね、今聞きましたよ。しかし次の蹴りで米田が突っ込んでいく。上から肘を落とすタイト。蹴りは我慢するって方法なんですよ、米田選手は。一発二発当たっても、はい、あれ相当痛いですけどね、はい、あの右ミドル。しかし構わずに組みに行きました米田です。もう体が強いでしょ、ね、あるいはもうこの対戦になればもう自分の時間が持てるということなんですね。いや俺だって避けるな。お腹ガードはねちょっと、ね、はい、蹴りが痛いですよ。そうですよね。さあしかしこうなってしまうと熊高さん、またタイトは苦しい時間が続いてしまいそうですね。はい、このままちょっとね抑え込まれる時間が多分続くでしょうね。はい、はい、先ほどの攻防を見ると、まあ、割と頭がこのあのコーナーマットについ、あ、なポストについてるんで、割と逃げれ、はい、なんか逃げやすい体勢だったのに変えられちゃって、この、ま、頭がマットにつかなくなっちゃってるんですよ、ね。はい、そうすると背中が歩いていけないんで、立ちづらくなるんですよ、はい。だからタイト選手は金目じゃなくてこの、柔らかいマットのところに頭をつけたいんですよ、はい、本当は。だから場所ずれちゃう、まあ、米田さんも分かってるんですよ、ね。位置を修正しながら攻めている米田です。逆にそのお腹側面がケージにつくと逆に逃げにくくなるんですよ、はい、寝てる方は。まあ、完全にマットに背中がついているタイト。下、しかしなかなか逃れるのは難しいか。この体勢は結構厳しいです、はい。こうなるとあるいは米田の方は最後フィニッシュに持ち込むとしたらどういう動きを期待したいですか。あの体と体がくっついてなかなか今、まあ、アメリカン狙ってますけど、はい、もちろん離して思いっきり殴るか、この、なんだ距離が短いと強いパンチも殴れないんですよね、はい、このパンチはその強くないんで、だから1回体を離して強い肘を打つとかしないと、はい、まあ、逆にそうすると逃げられるリスクはあるんですけども、じゃないと1本は取れないですね、KO は、はい。逆に隙を生むか、そのリスクを取るか。そうですね、逆にわざと逃がしておいて隙間作って殴るとかしないと。あ、今ガッチリ抑え込んでるんです、まあ、パスも難しいですし、はい、このままキープはできるんですよね、はい、今選手は。まあ、だからまあ判定狙いなのかなと思っちゃいますよね、この体勢だと。まあ、片方目は狙ってる感じありますけど、ただ、向こう側に行けないんですよ今、米田選手はタイト選手の、はい、タイト選手は左側に行きたいんですよ、肩肩も取るために、はい、タイト選手は左腕で、じゃない、でも左側壁で埋まってるんで、この体勢で肩肩もいけないんですよね。だから、何を狙って、まあ、マウントとか取りたいでしょうけど、ちょっと一本を狙ってるようには見えないんですよね、はい。まあ、1ラウンドを踏まえてこの2ラウンド、でも勝てるから、はい、米田選手はいいんですよ、これで1ラウンド取ってるから、動かなきゃいけないのは本当タイト選手なんですよね、はい。でも別に判定で勝つんだったらこれでいいんですよ全然、あとは削りながらどっかでチャンスが巡ってくれば勝てるんだから、はい、はい、だから対戦中動かなきゃいけないと、だからセコンドも言ってあげなきゃいけないんですよ、これ1番取られてるんだぞって、はい、KO したら勝てないんだぞって言ってあげなきゃいけないんですけど、もっとね1本取られてもいいから、ね、そうそうそう、こういう風にあの左脇刺して、はい、あ、でもあれですね、こっち左側殺されてるから逃げれないですね今。マウント前行っちゃったかな。さあ米田の方はこの後の攻めどういう風に展開していくか。あ、これパウンド来そうですね。体起こすんじゃないですか。はい、起こすかな。いいですね、いいですね、これいいですね。しかし再び組みついていく米田、
カイトはここ1回仕切り直したいんですが、米田が許しません。意地でも逃がさないですね。そうですね、絶対大気やりたくないって感じですね、はい、この選手やりたくないですね全然大気付き合ってくんない選手はね、恐れ気しないですよ。さあ第2ラウンド残り時間1分を切りました。いやでもこうせっかく立ち上がれたのにしかし逃れられないのは厳しいですね。いやちょっと確かに今気持ち折れてるんじゃないですか、はい、さっきみたいにバタバタ暴れてないですから、ね、バタバタ暴れるのもね結構有効なんですけど、はい、ちょっと静くなっちゃいましたね、多分気持ち折れたかな。でもこの暴れて立ち上がれたとしてもまだ米田が食い下がってくると思うと、そうですね、それ面白いですね、そういう攻防は。まあグラウンド展開は面白くないけど、はい、その意地でも大気でいかないぞっていうのが、そうですね、執念が面白いですね。まあ、ある種熊久保さん、ね、この辺りは対タイト戦というところでは打撃が光る相手だっていうのは分かってるわけですね。もう相手のいいところを全て消すって感じですよね、はい、相手の良さを潰し、そして自分の積み上げてきたものを発揮している。そうです、ね、多分マウント取れるんですけど、マウント取る気ないみたいなこっちの体勢の方が抑え込まれるんですけど、はい、だマウント取らないとパウンドアウトが難しいから、まあ、完封を目指してるのかな。なるほど、ここで試合は終了のゴングとなりました。ベルター級5分2ラウンドの攻防、判定へと持ち込まれました。全くポイント出さなかったですね、いや、うん、これでタイド選手の判定勝ちだって笑いますよねまさに何もさせないっていうですね、はい、この山でしたね、実力されましたね。まあ、タイトの方はまあ悔しいと言いますか、自分のいいところがなかなか見せにくい戦いになってしまいました、ね、さあ判定です。1人目米田、小さくうなずいています。2人目も米田、判定3者いずれも米田なおで完勝となりました。判定3対0で制しています。さあこの2ラウンドの攻防を DJ 選手はどのように映っておりましたか。さっきも言ったように完封ですよ、もう完全に完全に抑え込みましたよ、はい、まあ、唾液一切足せずに、はい、まあ、2発、ね、蹴りもらったけど、まあ、あのお腹ガードで、はい、なんとか。そうですね、まあ、赤くなってましたけどね、今お腹見たら、まあ、ただ別にあれぐらいでポイントにならない、まあ、タイトの方はその打撃をもう少し光らせられる展開があればというところでしたかね。寝技の対処ですねというよりも、あ、なるほど、打撃が悪いんじゃなくて寝技の対処が悪かったっていう、はい、そのハーフガードの、はい、米田尚完勝で制しています。ディープフライ級5分2ラウンド、ランボーコウスケ VS藤田大和。リーグフライ級の一戦です。まず登場してまいりましたのは青コーナーの藤田大和であります。アマチュアボクシングで5冠、輝かしい実績を持つ藤田、ライジンでは那須川天心と過去2度にわたって死闘を繰り広げてまいりました。リーグはおととしの12月に初参戦、戦績としましては白星黒星を繰り返す格好が続いていた藤田大和でありますが、去年12月には松丸伊吹に勝利、そして今年3月には島袋力に勝利と、得意の打撃だけではなく MMA の総合力もさらに増してきております。さあ今回は難敵実力者ランボーコウスケを相手にどういった戦いを見せてくれるんでしょうか。藤田大和が掲示しております。続いて登場しますのは赤コーナーからランボーコウスケであります。おなじみのこのランボースタイルで銃を構えて入場してまいりました。その鍛え抜かれた肉体はフィジカル銃弾の異名を持つランボーコウスケです。シュートでは世界ランキング2位まで上り詰めた実績のランボーコウスケ、さあ今回も復前進でターゲットとなる藤田大和に狙いを定めております。さあここから一度ケージを降りまして、ケージを降りなきゃいけない。そうなんです、バズリン塗らなきゃいけないですからね。そうなんです、本当はそのままリングにしたいんですけど、するとかっこいいんですけれども、ここで銃を下ろして、あれですね、馬が、はい、しかしおなじみのこの入場シーンというところでランボーコウスケ、あのかつていたの軍曹はどこ行っちゃったんでしょうね。いましたね、はい、敬礼をする軍曹が横にいましたけれどもそのあたりは経費を削減なんでしょうか今回は登場しておりません。というかランボーってリングネームつけるのは今流行ってるんですかね。うちにもランボー川村って言うんですけどランボーだらけになっちゃう。そうですね、ランボー一門が出来上がっていくんでしょうか。
そんなランボー康介対藤田大和の一戦はディープフライ級5分2ラウンドで行われていけます。でもうちのランボー川村にランボー康介のことはなんかシンパシー感じるんですかって聞いたら、はい、いや別に何も思わないって。なぜではランボーになったのかというのはちょっと改めてお伺いしたいところではありますが、第1ラウンド始まっております。さあ早速藤田大和の鋭いパンチ、いやうまいですねパンチ藤田選手、ね、はい、MMA ファイターとは思えないぐらいに、さすがのこのアマチュアボクシングでの実績が。でもこんだけパンチ上手くても、はい、これミニミニで山田さんがやっぱ寝技に行きたい選手、前回のその島袋戦見たんですけど、はい、完全やっぱ寝技に行きたい感じがありました。そうでしたね。なのでもう総合的なこの実力を積み上げているという印象があります。そう、まあ、多分山内さんが指導者じゃないですか、はい、だからやっぱ寝技に行けっていう指示するんじゃないですかね。うちもジムもやっぱ北岡さんって寝技選手だから、はい、やっぱみんなに寝技に行けっていう指示をするんですよ。そうなんです、ね、やっぱ指導者の色って出てると思うんです。うん、確かにそうですね。あの藤田選手ディープ出始めてからやっぱりあのグラップラーっぽくなってきましたよね。ガンガン寝技行きますよね、はい、そうですよね。まあ、対するランボー康介も前線の戦いは去年の10月に島袋力フロントチョークで秒殺という戦いがありました。2人とも島袋選手に勝利しての戦いなんですね。そうですね。島袋選手はちょっとどういう気持ちで見てるんでしょうね。これブレイクかかりまして仕切り直しです。パンチも見切ってます、はい、パンチも見切ってますね。藤田の方ですか。はい、うまいですね。大学の実力差ありますね。そして乱暴の方が今金網刑事に押し付けています。膝を入れている乱暴、まあ、乱暴選手はねあのパライストラッチはもうね伝統のしつこく、はい、テクダムになってくというですね、はい、その形ですよね。やっぱりそうした練習している場所の場所場所のカラーというのは裏付けられていくわけなんですね。まあ、先ほどの、ね、あの須田選手のパンチ見ると、ここも寝かせていこうというのもあるでしょうね。キレのあるパンチを見せておりました、はい、藤田大和。こちらはちょっと危険ですね。さっき体が流れましたしね、はい、ランボー選手ボディやるじゃないですか。これ多分、ね、ブレークかかるんですけど、はい、意外とね多分ねちゃんと打って効くんですよ。そうなんです、ね、テクニックなんですけど、はい、的確な場所、あの的確なパン、あの打ち方打てば効くんですよ、まあ、それが後々に影響していくわけですね。そうですね。ローもいいですね。振りかぶるパンチを食らった。ランボーダメージがある。バランスを崩したランボーを押さえつけていく藤田。俺立たしたいな俺だったら、はい、俺だったらグランスタンドできって言いますね藤田さん。いや話しますね。俺だったら話すハイキックとか、はい、やっぱこれはミービーのスタイルが出ちゃってますから。この打撃の差があるんであればまた仕切り直して、いや話しちゃいますね、はい、パンチの合戦で勝てるんで、こうやってアームロックで時間稼げたりとかしないんで、やっぱ寝技が好きなんでしょうね藤田選手、はい、ダメージありますからね。そうですよね、はい、まあ、そのまま畳み込めば KO できますよ。懸命に抵抗してランボー康介、多分これ時間稼ぎに見えますね。これは、はい、一旦回復をしたいという、今まだちょっと意識はもらうとしてるかもしれないんで、はい、ちょっとグラウンドでちょっとお茶を濁すというか、さすがにキドルもダウンしたし、はい、残り時間2分を切りました。第1ラウンド飛び蹴りを見せるランボー康介、ローキック、いやローも大してできてないですね。強烈なローを見せる藤田、上下に振ってますよね、はい、ローで相手を注意をそらして感じですよね。藤田さん余裕出てきて感じですね。パンチは見切って、はい、打ち合っても大丈夫だっていう、これであれば自分の距離で戦えるという自信が、おっとちょっと バランスを崩したランボーです。手を出し返す。おー飛び込んでいく藤田。いやボディーいいですね。強烈な一撃。音がすごかったですね、はい、ボディ聞いてないわけじゃないですよこれ。そうですよ、ね、ガード下がってるんですよあのランボー、はい、この後左フックで入りますよ。右のストレートも入っていく。いいですね。左右ストレートのフェイント何回も入れてますよね、はい、して左フックで、あのその後また右ストレートを普通に打ってるんですよね。たまらずタックルに行ったランボーですが、藤田しっかりと対処しました。もう一回タックルに行きたいランボー。ランボーでじゃあこれスタンドなんとか、はい、なんだろう回避したいところですよ。とにかくもうスタンド行ってやられるから。さあそしてバックについて藤田大和がチョークに行く、うん、そこからマウントポジション、はいはい、浜久保さん藤田はこの寝技というところでもキレがありますね。そうですね、バックチョークが結構得意ですよね。はい、はい、でも今やっぱ切り替えがいいですよね。マクパナータもまたすぐに上に取りに行くっていう、はい、はい、背中を見せればバックについていく。これランボー選手はこれでいいと思うんですよ、はい、スタンドだけ効いてるから、うん、1ラウンドちょっと捨ててちょっと、はい、
お茶を濁すというか、うん、休憩するという感じで、まあ、自分もこれ以上ダメージを受けないようにしながら、結構今のボディと左フックが効いてましたね。はい、ここで第1ラウンド終了となりました。 DJ 選手、この第1ラウンドは藤田の打撃も光るという展開でしたが、いやもうボコボコでしたね、はい、よく持ったなって感じですね。逆にフィランボーノは1回こうバランスを崩すダメージを受けるシーンもありましたが、バランス崩すしっかりと左フックがダウンじゃないですかね。はい、あこれ、はい、効かせてますね。ちゃんと DJ 選手はこの後も、まあ、藤田は打撃でいけばいいという話がありましたが、そうですね、ランボー選手はこれ時間稼ごうと思ってると思うんで、はい、まあ、3でその立たせてそのボコボコにした方がいいと思うんだけどな。まあ、しかしこういったバックジョークに行くシーンもあるということを考えると、藤田も一本君に行ける自信があると、ね、まあやっぱ寝技できたいんでしょうね。はい、悪魔久保さん、これを踏まえてのこの第2ラウンド、そうですね、はい、まあまあ、やはりパンチのね、テクニックの差はちょっと出ちゃったので、はいはい、ランボ選手としてはやっぱりもう何としても、もう組んで押し付けてっていう、うん、削っていくっていう形でしょうね。ボディは回復しないんですよ。そうなんですね、顔面よりもボディ回復遅いんで、はい、どうしても右腕のガード下がってもらうと思いますよ。音がすごかったです。藤田のいいボディが突き刺さりました。またボディを狙ってるでしょうしね。はい、これもうパンチ怖がってないですよね、藤田選手は。自信を持って自分のパンチ、ジャブからストレート。さあこれをランボーはどういう風に対処していけばいいか。寝技行くしかないですよ、ランボーは。しかし単独でタックルに行ってもしっかり藤田は対処してましたからね。でもまあそれ時間稼ぎしてっていうのもあれだと思うんですけど、もう2ラウンドですからね。はい、飛び込んでいく藤田のパンチが決まる。レフェリーが止めた。最後は強烈な打撃、左フック1ラウンドからかなり入ってましたからね、はい、もう左フックいけるっていう、もう手応えあったんでしょうね。なかなかこの左フック打てる人いないですよ、ディープ。この左フックでは例えば DJ 選手なりがこういったものを持っていたらどういう対処を考えますか。どっち側の立場ですか。あ、藤田大和が相手となってあの左フックを見せてくるとなったら、俺打ち合いますよ。打ち合ってあれで山下家もやられるんですよ。あ、でもあれでももう山下の腰を落とすパンチを見せてたわけですから。でも俺は打ち合っちゃう、はい、さあこの一戦を振り返ってみていただいて、 DJ 選手はどのように評価しますか。いや藤田打撃うまいですね、これ。だから今まで寝技でバーカ行ったからこれ見なかったけど、こんなうまかったんだ、打撃打撃行けばいいのにっていう、はい、まあ、そういうところの総合でいろんな手技バリエーションが今後も期待できるというところですかね。面白いですね、だから試合も、はい、今まで正直面白くなかった。だって寝技でなんか決められないし。でもこの試合すごいですよ。はい、もったいない、パンチを見せてくれたというか、なんかもっとバリバリの大規模選手が見たいですね、試合。はい、マクモクボさん、はい、そういったところもありますけれども、はい、この、まあ、ジムでの経験を積み重ねながら次のステップ、ね、期待したいですね。はい、すごい進化を、ね、この試合で見せたと思うんでですね、はいはい、本当よりこれね、このパーフェクトの選手になってくるんじゃないですかね。はい、さらなる次のステップ、どういったところを視野に入れているんでしょうか。難敵実力者ランボー康介を相手に見事な打撃を炸裂、そして寝技も披露しました藤田大和。次なるステップ、さらなる進化を見せる姿、期待がかかります。ディープジュエルスキックール63キロ以下3分3ラウンド、キングレイナー VS 熊谷マリナ。ディープジュエルスキックルール63キロ級で行われます3分3ラウンド、まず登場してまいりましたのは青コーナーの熊谷まりなであります。北の女武芸者が再び参戦となりました。アマチュアボクシングで華々しい活躍、その後はキックボクシングやラウェイという過激な格闘技でもいろいろな舞台で戦ってまいりました。この熊谷まりな、一昨年からは MMA の戦いも経験しております。174センチの長身から繰り出すアッパー、その切れ味が得意としております。前回は8月大会キングレイナに挑戦、前回の戦いでもそのパンチキック的確にヒットしておりましたが、キングレイナの前に判定で惜しくも敗退、それからおよそ1ヶ月の時を経ての再戦となりました。さあその敗戦を踏まえまして、どんな対策を取ってきたんでしょうか熊谷まりな。その動き、そのアクションに注目です。熊谷まりながまずケージに入っています。
いては赤コーナーのキングレイナが登場してまいりました。いつも通りのそのふてぶてしい表情とパフォーマンス、威風堂々と登場してまいりましたキングレイナ。2016年11月にプロデビューし、インパクトあるファイト、パフォーマンスで連勝を重ねまして、ライジンでも活躍を繰り返してまいりました。女子格中心人物の一人として常に注目を集めてきたこのキングレイナ。前回8月大会、この熊谷真里奈との対決は激闘の末、辛くも勝利、互いに再戦を熱望し即座にリマッチが決定したんですが、今回キングレイナは前日計量で無念の 1.5 キロ重量オーバーという失態になってしまいました。この戦いはレッドカード減点2の状態から試合が開始されていきます。熊谷が勝った場合のみ公式記録に残り、キングレイナが勝ってもノーコンテスト。それでも前を見据え続けるしかないキングレイナ、ケージに入っています。ディープジュエルス、キックルール63キロ級3分3ラウンドです。ご覧いただいております通り、減点2、そしてレッドカードが提示されております。熊久保さん、はい、まあ、なんとも残念な状況で再戦が組まれましたね。そうですね、まあ、この試合自体に、ね、キング選手の方から、まあ、その完全決着をつけようじゃないかということで、はい、まあ、再戦を申し込んだということだったので、申し込んだ方が、ね、やっぱりこう体重オーバーというのは、まあ、ちょっと相手にも失礼になるかなと思いますよね。さあ、第1ラウンドが始まりました。 DJ 選手、まあ、この減量というのはやはりついて回るものではありますけれども、というか何なんですか、なんでみんな減量するんですかね。いや、格闘家って減量が、はい、あ、今聞いてちょっとバランスを崩しました。キングレイナー立て直しています。なんで格闘家で減量するんだと思いますよ。自分は減量しないんですよ。もう、フェーダーだったら計量 3、4時間で落としますね。減量って何でするんだろうと思います。そもそも、はい、なんかやっぱ明日の上とかのなんか影響で減量する頑張ってみたら気になるんですか。でもそういうやつに対して俺は練習頑張るって言ったんですなるほど、減量でこのストイックさではなくて練習ちゃんとそういう練習頑張ったらするんで、減量ばかり意識がいって、はい、だからもう練習頑張るって感じですよ。減量する、なんで減量すると思いますね。なるほど、その状況の中でというところではありますが、さあ熊谷のパンチが当たっていく。熊久保さん、はい、やはり熊谷も前回も善戦した、しかし判定割れながら敗れてしまった、はい、そうですね、なんていうか、こうやっぱり有効打的なヒット数に関しては熊谷選手の上だったんですよね、はい、ただキング選手があれパワーで前に押していってこう印象付けたっていうのがあったので、そこでまあ判定が割れたと思うんですけど、そうなると熊谷はそこでキングレイナ対策を改めて練ってきたわけですね、はい、そうですね、おそらく前回より蹴りをほとんど使ってないんですよ、はい、前回やっぱ蹴り使ってるときにやっぱ押されたと思うので、はい、今回はどちらかというとパンチ主体で、あとはキングが入ってくるときに転換をですね、中心にやってますね。あれがやっぱり前回もすごい有効だったので、はい、でも今回積極的にパンチ打ってますよね。やっぱそう、熊谷選手もやっぱり前回そのなん蹴りはあんまポイントにならないなと思って判断したのか、今回はパンチの方が多いですね、蹴りは、はい、キングレイナーの方は変わらずこう突進していってパンチを、蹴り一発持ってないですね、右のオーバーしかやってないかもしれない、はい、まあ、あれがどこかで炸裂すればというところを狙っているわけです。今のところ炸裂しないですけど、はい、もちろん熊谷の方もそのオーバーハンドの一撃というのをケアしながらの戦いになるわけですからね。まだね、キング選手は熊谷選手は右のパンチに対処できてないですよね。多分全部当たってるって言ってもいいぐらい当たってるかもしれないです。ほぼヒットしているような状況ですね。これ女子だから KO にならないけどという感じですよ、はい、ほらほらね、これ前回もそうでしたね、跳ね上がった、ってってましたね、熊谷の当たりすぎだっていう、はい、いや格闘技なんだから避けないとっていういや顔面ガードとかしなくていいからっていう、はい、まあ、キング選手曰く体が柔らかいのでそのダメージを飲ませるっていうんですよ、それすごいですね。なんかそれボクシング選手教えてあげたらちょっとその方法を、まあ、押さえつけながらキングのパンチですけれども、ラウンド間際で一撃を決めていきましたのはキングレイナー、はい、まあ、ああいうことを狙って戦っているわけですよね。やっぱでも KO が難しい、やっぱ数で判断するしかないから、そうなると今のところやっぱ熊谷選手ですよね、はい、
手数でというところ、そして久保さん、はい、パンチ右のパンチも炸裂するシーンが何度もありましたね。そうですね、はい、首が吹っ飛んでますけど、あれなんですよ、柔軟性逃してるんですよ。逃してるとキングが言ってますね。どうなんですかね、吹っ飛んでいるように見える。ヘルニアになりそうですけど、なんか、はい、まあ、久保さん、前回もキングレイナがこうスウェーをこう動してパンチを避けたりなんていうシーンもありましたので、そういうところを特訓してきたということなんでしょうかね。どうなんですかね、前回は右スリットも肩にもらってましたからね、やっぱ今回もらってるということは、はい、そこまで対処できてないという感じしますよね。前回の戦いはそもそもがキングレイナが打撃を強化しているというのを佐伯さんが、はい、ではそういう舞台を用意しようじゃないかという展開で組まれたわけですよね。完全にこれムエタイのあの音楽が流れている手で戦ってますよね、このリズムが。そうですよね、あの音楽ないと大丈夫かな。さあ、そんな中で熊谷が舞を詰めている、距離を張っております。ボディからのコンビネーション、キングレイナもらってしまっている。熊谷選手としては、ね、右のオーバーハンドだけ気をつけてればいいというのがあるでしょうからね。はい、一発もらって気をつけなくてもいいかなと思ってるかもしれないですね。あ、先ほどのラウンド間際のところですか。なんか聞いてる素振り見せなかったんで、はい、右が当たる、振りかざして殴りかかるキングレイナなんですが、それは空を切る。そうすると熊久保さん、はい、熊谷の方はある種こう自分のやりたいように持ち運んでいけるわけですよね。そうですね、はい、まあ、完全にあの熊谷選手の距離ですよね、はい、距離が、はい、リーチの差が必ずあるんで、うん、はい、なんかキング選手ローを当てられないのはちょっと辛いですね。なんか空振りが多いんで、はい、当たれば今のようにちょっとこう相手の出番をくじけるわけなんですが、長井の右が入る。8月からのダイレクトリマッチ、このキングレイナ対熊谷マリナ、第2ラウンド残り時間1分を切りました。本当はリーチの短いキング選手の方が、はい、その相手の距離をコントロールしなきゃいけないんですけど、今熊谷選手は距離をコントロールしてるんですよ、はい、距離を作ってるのは熊谷選手で、やりやすい展開になって、そしてこの強打をしっかりかわせばいいわけですよね。ジャブを当てる熊谷です。キングレイナが蹴りに行ったところで熊谷のパンチ、あ、完全に読まれてますね、右のオーバーハンド。しっかり右しかないですよね、今のところ。もうこのモーションになれば熊谷の方はしっかりそれを見て動いてますね。そうですね、まあ、逆に熊谷選手が左に動ければもうかわせるってなっちゃってます、はい、だから、まあ、キング選手どうしたらいいのかって言ったら、まあ、左に、まあ、熊谷選手が左だから自分の右じゃないですか、はい、右に自分が動いて潰すとか、そうしないと右当てられないですよね。当たらないわけですね。ここで第2ラウンド終了です。熊谷選手は左を潰すって言うんですよね、はい、左に動けないんですよ、熊谷選手は左に自由に動いているうちは右が当たらないんで、一番のキングレイナの武器をそうして封じていけばいいわけですね。さあ、そして最終ラウンド、なんでキング選手はセコンドの中に入ってあげないんですか。そうですね、Kグランの代表の横田さんの姿はありません。それあれらしいですね、計量オーバーしたらジムクビだってことで、今回はセコンドがつかないと、サジ投げたらしいですよ横田さんは、はい、まあ、そうなっていくとさらにこうキングレイナはこう、まあ、計量オーバーしたけれども結果は見せたいところではあります。キングレイナの動き、右の打撃が炸裂するか。前回はあのキング選手ね、ドラッシュクリみたいなある程度まとめていってポイント取りに行ったんですけど、はい、今回はそれもないですよね。ちょっとあの思ったように自分の興味入れないのがあるかもしれないですけど、はい、あるいはこの試合に対する、まあ、モチベーションというところなんでしょうかね。いやでもここは勝たないとやっぱりね、はい、勝たないというかあの形式的には勝たないといけないですよね。そうですね、はい、キングレイナは勝ってもノーコンテストになりますが、はい、しかしなんか組み付けが急に増えましたよね、はい、3ラウンドになって。そうですね、なんか疲れてるのかな、相手の距離で戦うのを嫌がるという姿勢でしょうか。例えば K-1 とかとかイエローとか出るやつですね、はい、クリンチで、いや組みついてますよね、でこの立ち技組みでもありなんですか。 K-1 ルールなんですか。組みもありですね、普通にキックボクシングルール、はい、肘もあり、ブレイクがかかります。肘なしのキックボクシング、はい、だから組みでも普通にある。お互いにホールディングの注意が入りました。攻撃が伴ってないですね。
熊谷がパンチで前に出ていく、決めつけですね、嫌がるキングレイナー。あ、そうですね、今キングは今みたいに、はい、ですね、あの組み組んで離して打っていくといいかもしれないですね、うん、この距離が縮まった後のところですね、はい、もうある程度距離があったところでは右が当たらないというところを計算してでしょうか。そうですね、はい、当たらないですね、完全に思われてますね、はい、そしたら距離を潰してちょっと揉み合ったところでボディを入れるのは熊谷。前回はあそこからつけていったんですよね、はいはい、熊谷選手が回り込んでさせないですね、はい、ナイスワンツーヒット、うまいですね、この辺り的確にパンチを当てている熊谷です。正直ね、熊谷選手は左の膝入れたいですね。あ、はい、キングレイナも前に出るんですが、オーソドックスあの自分の右側に顔を傾けるから、はい、右左よりも左左入れたいなと思いましたね、今熊谷選手。キングレイナは残り時間少ないところ、どういうところを打開策にすればいいんでしょうか。いや、もうなんかぶん殴ってぶっ壊すくらいしか、もうどっちにしても負けになったら、ま、とにかくどこかで一つ当てるしかないというところでしょうか。まあ、ノーコンテストだから、はい、むちゃくちゃにやるしかないですよね、もう。そうですよね、自分の勝ちはないわけですよ、判定で勝てないわけだから、はい、さあもう残り時間がない。金網に押し付けながらキングレイナ、膝を打ち返すのは熊谷。バックドロップやっちゃって今日でもいいじゃないですか。さすがにそういうところは、あー、そう言ってる間に時間は終了となりました。右腕を上げたのは熊谷マリナー。3分3ラウンドの攻防が終わりました。ジャッジペーパーつけるまでもないですね。まあそういう結果になってしまいますね。試合の内容としてというところではどうでしょうか。前回の方が面白かったよ。前回の方がこの、はい、なんだろう、シーソーゲームだったんで、お互いにこう主導権を握り合うような格好がありましたが、いろいろ迷いが見ますよね、キング選手今回は。なるほど、軽量、まあ、判定です。1人目熊谷です。判定3対0で熊谷マリナがリベンジ達成となりました。まあ、熊久保さん、はい、まあ、この判定の数値を見てももう文句なしというところですね。まだ体調不良もあったかもしれないですけども、やっぱりよりその相手を研究して対策してきたのは熊谷選手だと思いますね。はい、はい、無遊病で夜中に物食っちゃったんですよね。それは体調崩すでしょうという、まあ、キングレイナ側の言い分がありまして、夜中に飲んだ無遊病なんで体壊せるよ、そんなの。そうですね、まあ、それだけ減量がきつかったというところになってしまうと、キングレイナのこの次の戦いが果たしてどこなのかというわけになりますね。札幌所属の熊谷マリナです。今日は、お忙しい中、応援に来ていただいて本当にありがとうございます。いろいろなんかありましたが、ここに立てたことが自分はとても嬉しいです。大会関係者様、本当にありがとうございます。DJ 選手、まあ、キングレイナに対する気遣いもありながらのコメントでしたね。キングレイナ選手優しいですね、はい、これ、まあ、キングレイナさんがジムをクビになって今し、ね、まあ、試合を負けてすごい気づいてるだろうから、あ、絶対勝っても、ね、相手をねぎらうって、はい、いや優しいですね、熊谷選手。思いやりのあるマイクでした。熊久保さん、はい、まあ、これでキングレイナを倒したというところではニューヒロイン誕生というところでもありますね、はい、そうですね、東京でも、ね、試合みたいですね、はい、見事にキングレイナにリベンジ達成となりました。熊谷マリナが制しています。ディープライト級5分3ラウンド、中村大輔 VS 長倉達直。ディープライト級5分3ラウンドの戦い、まず登場してまいりましたのは青コーナーの長倉達直であります。破壊の拳を持つラガーマン長倉、全国高校ラグビー2連覇、ラグビー界のエリートから格闘家へと転身、2度のタイトルマッチの経験もある長倉達直です。1
一撃必殺のハードパンチャー。最近の戦いでは大原ジュリア、明日高弘に敗れておりますが、忘れ塗ってますけど、はい、これ長倉選手過去やんないんですか。今回はそのパフォーマンスは封印しておりましたね。そんな勝てるわけないじゃないですか。そんな、ね、だってオールブラックスは、はい、あ、勝ったのに墓やるんでしょ。そうですね、気合入んないで、気合を入れるための墓、今回は省略しましてというところで密になっちゃうんだね。勝てない。そうですね、人数が増えてみんなで密集してというのがあまりあれなのかもしれません。今回は墓のパフォーマンスは封印しまして、長倉辰直を近況払拭なるかという戦いです。入場料返してほしいですね。墓を見たくて入ってんのに。さあ、続いて登場してまいりましたのは赤コーナーから中村大輔であります。 MMA で50戦近い実績を持つ大ベテラン、鋭い打撃、そして必殺の腕十字で国内ライト級トップクラスで活躍、第7代のディープライト級王者に輝きました。近年はグラップリングイベントクインテッドに出場しております。ディープは2016年の9月以来、これが4年ぶりとなる MMA の復帰戦です。さあ、その復帰戦、どういった戦いを見せてくれるんでしょうか。中村大輔がケージに入っております。この試合めちゃめちゃ楽しみだったんですよ。何が楽しみかっていうと、はい、中村大輔まだやってたんだっていう。何年ぶり、4年ぶり、 MMA が4年ぶりです。いや、すごいですね、これ。え、現役なのみたいな、はい。近年はそのグラップリングイベントの方で活躍していた中村大輔です。だってあれですね、今をときめく斉藤豊に一本勝ちしてるんですよね、はい。そうですね、そのクインテッドの方で勝利を挙げました。でもね、中村大輔ね、これね、そういう寝技強いのに寝技いかないんですよ、試合で。打撃で、打撃でいつもね、やられてる、恥じらしてるイメージありますね、中村大輔は。まあ、そうして今回はその相手がハードパンチャー長倉ですから、ね、だから僕の予想は完全長倉選手の KO 勝ちだと思うんですけど、はい、そういう見立てで始まるこの第1ラウンド、5分3ラウンド第1ラウンドの開始です。中村選手は試合面白いですよね。青いトランクスが長倉辰直、黒いパンツが中村大輔です。中村選手はこのガードを下げた構えは変わらないですね。そうそうそう、ガードを下げるか当たっても相打ちになるんですよね。もう鼻赤くないですか。そうですね、もう鼻赤い。もう長倉のパンチが当たっています。中村選手はパンチが当たっても相手のパンチも当たるんで、だいたい相打ちでやられてっていう。これは相手が長倉であってもそのスタイルは変わらないわけですね。すごいですね。怖くないのかな、このガードを。まあ、たまにこう選手ファイターにいますけれども、ガードせずにこう回って、おっ、ハイキックが入った中村大輔。そこから寝技に持っていくか、ハイキックから腕十字行くんです。すごいですね。普通パウンドなんですけどね、普通の選手はあそこから、はい、そこから自分の必殺技へと持ち込もうとした中村大輔。面白いですね。いや、このパンチャー相手にしかしガードを下げたまま向かっていく。いや、俺はできない、俺は避けます。さあ、それでも長倉の方も手をしっかり出していきます。カンフキックですね、はい、相手のふくらはぎを切るという、はい、なんかね、あの和田選手によると、はい、このハーフキックは長倉選手が使い始めたって言ってましたもんね。まあ、元祖というふうな評価もある、はい、そうですね、それを真似て和田選手ね、使い始めたって言ってましたよね、はい。まあ、近年ではそういったところが主流一つ。昔ふくちゃん靴履いてましたもんね、長倉選手。だから痛いんじゃないですか、ハーフキックの方が、はい。長倉がパンチで出る、打ち返す中村大輔。でも中村選手もね、やっぱ当て感がいいですね。当て感いいですね、はい。ジャブとかミニストレートですね。いいハイキックから前に出る中村大輔です。おお、間一発返した中村。めちゃめちゃ緊張感ある試合ですね、はい。あれがサッと出るのもやっぱすごいですね、長倉選手。長倉、そうですね、はい、ですね。キングの試合の後だからすごい緊張感あるようにドキドキしますよね。いや、このノーアウトでのしのし前に行く中村のこの、うわ、聞いた、一発二発、おっと、来ましたね、感じ。おっと、食らっている中村。バサッカー入りました。サッカーボールキックも入った長倉。完全ガードしないんだ。そうですね、ここでガードしないんですね。なんでガードしないの。怖くなる、見てて。今のは入りました。ノーガードですよ、こんなサッカーもらってんのに、はい。しかも鼻真っ赤ですよ、はい。それでもノーガードでじわりじわり前に出ようという中村です。何発もらってるんですか、これ。はい、これは相対している長倉の方は いけると思えるところなんでしょうか、それともこのプレッシャーがそうさせられないのか。逆に行きづらいのかもしれないですね。なんで、なんか裏でもあんのみたいな。ああ、なるほど、なんか狙ってんのみたいな、はい。いや、しかし熊久保さん、はい、確実に効いていますよね。効いてましたね、はい、その後のカーフも効いたと思いますよ、はいはい。それでもガードは下げたまま、
怖いですね。逆にそうですね、カウンターでやってプレッシャーをかけてるからきっちりもらってるんですよ、長くは全部きっちり入ってるんですよ、ね、はい、引かないわけがないんですよ。長倉なんかビビってますね、当ててるのに。当ててるのは長倉なんだけど、はい、ビビってるのは長倉っていう、この何か一つこう不気味なというんでしょうか、不気味なんでしょうね、はい、うわ跳ね飛んでいく長倉のパンチで吹っ飛んでいく中村、蹴りも対処できない、足も痛いです、痛い、はい、となればもう長倉は自分のリズムで攻めていけばいいわけですかね。攻めてないですね、あんまり意外と、はい、そうですね、前出てるの中村大輔なんですよ、はい、そうなんですよね、すごい。果たして何がそうさせ、そして長倉のリズムを崩しているんでしょうか。第1ラウンドもうすぐの1、でもマンツー入りましたね今、はい、中村選手、そこからローキック中村、鋭いジャブを見せるのは長倉、この選手40歳ですよね。そうですね、よくあんな早いマンツー打てますね。1980年6月10日生まれ中村大輔です。そこから変化を加えていく黒中村、しっかり対処する中倉です。浜久保さん、はい、中倉のパンチも当たっているんですけれども、そうですね、あっと簡単にましたね、入りました中村打ちました、あ今やったこらえきれずに尻をつく中村、中村完全に効いてます、はい、でもパンチいかない、でもハーブロックに行く、決めに行くわけですよね、でもハーブロックに行くんですよ、これこのあたりがこだわりなのかファイトスタイルなのか、絶対一本取りたいんですね、はい、中村選手は。そういった心情が垣間見える中村大輔の攻めです。あ、所秀俊は面白かったですからね。あ、そうですよね、これでも得意じゃないですか、これアームロックから、はい、長倉もダメージを受けてしまいました。たまらず尻餅をついた長倉、長倉も休憩しますね、これ投げられるんですけど、はい、ええ、まあ、聞きましたもんね、中村ラッシュが、はい、まあ、あれが恐ろしいところというところで長倉もなかなか、いや、めちゃくちゃ打たれ上手いですね、なんか見てると、はい、第1ラウンド終了となりました。いやー、色随所に見どころのある、いや、このね、あの前の試合があれだったからすごい面白く感じますよ、はい、もう打って打たれてめちゃくちゃ面白いじゃないですか、食らって食らわせ返してという長倉の攻めが光りました。この辺り旦那ホワイトだったら6万ドル上げてますよ、この2人はここまでのファイトでポケットマネーで6万ドル、はい、いやこの後さらにいいファイトがあるかもしれないですからね。かと思えば中村大輔の方もなんでアムロックなんだよみたいな、このシーンですね、なんでアムロックなんだよってサッカーだろうって普通、確かにそうですね、普通サッカーだよって俺セコンドはずっとサッカーでもう蹴って、そしてパウンドラッシュをしてもう上になって締めくくればいいわけだ、あーってセコンドだったらあーアームロックいっちゃったみたいな、となるとこの合間であるいは何かそういうところ、もしいやもう中村大輔がしょうがないという、なるほど、一本取れちゃうんです、はい、すごい個性ありすぎ、まあ、そういったところお互いの持ち味や心情をフルに見せる第1ラウンドでした。さあそれを踏まえて、もしかしたら中村さんタックル来たかもしれないって聞いてるから、なるほど、さあ長倉の方は久保さん、しかしおっ振りましたね、中村の一撃炸裂したのは中村大輔の一撃でした。いやこのワンツー入ると思ったんですよね、すごい速いから、はい、なかなかこんなワンツー打ってる人いないですよ、いやあのノーガードの状況からでも、いやどうだと言わんばかりのガッツポーズは中村大輔、ちなみに俺中村大輔さっきの藤田山本の試合見たいです、あまあ回復違うけど、ね、パンチうまいから、はい、っていうなんか、ね、あのスペシャルマッチみたいな、あるいは階級アウトしたら DJ 選手と、いやもうフェーザー来たらもう迎撃しますよ、もうそうなりましたらもうゴリゴリのいつでもやってやるよ、ね、面白いですね、やりたいですよ、やはりプレーご覧いただいております、いやどっちに来ましたね、長倉大輔早いですよこれ、はい、1だと2がやっぱすごい速いですよね、パパーンって40でこれだけ打てないですよこんな、見事な一撃を、そうでもちょっと見にくいぐらいですかね、カムダとチチマエフかと思うぐらいパンチが入るんですよ、いやもう長倉はたまらずもう意識の方は大丈夫かというところ、こんばんは、ゆうてきの本校というショーでやってます、長倉大輔です、その高校4年目の試合を4年ぶりにやります、すごい怖くて試合決まったのがすごい怖くなっちゃって、それをちょっと乗り越えて頑張って練習して、今日長倉選手すごい強かったんですけど、勝てて良かったです。正直、大事で勝て
違う形だったんで、グラベリングを最近練習してまして、来月は今クイーンデートというグラベリングの大会に出てまして、それがまた後楽園ホールでやりますので、皆さんぜひよろしければ、さくらさんがやってるクイーンデートという大会よろしくお願いします。対戦相手が寝てるそばでこの他工業を宣伝するっていうめちゃめちゃシュールな、まあ、まあその後こう気遣う姿はありますけれどもね。いや、その中でお話ありましたけど、グラップリングで行こうとしていたけれど、タックル2回ぐらいしかやってない領域じゃない完全に、まあ、それが長倉の攻めがあったので、じゃあっていう迎え撃つっていう展開になったということです。タックル 2,3 回しかやってないですよね。はい、いや、それでもこのいやうまいです、すごいですよこのパンチは、はい、KO シーン、いや、この長倉相手によくぞというところではありましたけれどもね。でもあれですね、カーフキックをその前に2回蹴ってるんですよね、はい、あれちょっとミソだったと思いますね。ああ、なるほど、はい、お互い蹴ってましたね、でも、はい、いや、しかしこの後本当中村大輔選手対 DJ 対決みたいな、いやー、みたいですね、上等だよという。もうここで一つ宣戦布告があったというところで、はい、まあ、長倉の方はちょっとダメージが心配になるこの単価での退場ということになってしまいましたが、中村大輔対長倉辰尚、見どころ十分なこの2ラウンドになりました。さあ、中村大輔、大ベテラン中村のさあ次のステップステージはどういったところなのか注目していきたいところです。見事な2ラウンド KO 勝利でした。ディープ女子ミクロ級タイトルマッチ、琉球が生んだ未来の女子格スター、日清。昨年12月、長い期間ディープ女王の座に君臨し続けた白石里子とワンマッチで激突。その試合で自慢の強打を爆発させ、ビッグアップセットを敢行、大番狂わせを演じてみせた。今回のタイトルマッチ、何が何でもベルトを取り、女子格新時代の扉を開く。このタイトルマッチは私が白石選手に挑んで勝ったことで決まったと思うので、そのチャンスを無駄にしないようにしたいと思います。沖縄にベルト持って帰ってみんなで酒飲みたいなと思います。その前に立ちはだかるのは、双子の娘を育てるママファイター、大島沙織。3歳の頃から始めた柔道で、ジュニアの時代には全日本を制したエリート中のエリート。しかし24歳で結婚、そして出産、一度はアスリートを引退したものの、なんと今度は MMA で復帰を果たした。その陰には最愛の夫の後押しがあったという。自分が柔道をまだ続けたかったっていう思いをちょっと伝えてたんで、全然なんか頑張りなよって感じでしたね。また一緒に頑張れて嬉しいとは言ってくれてます。ディープジュエルスでは期待の新鋭さくらから一本を奪取した強きママ。子供たちのためにも今回の試合は必ず勝利する。記憶に残る年まではやりたいなと思うんですけど、子供たちにも何かスポーツを小さい頃からさせたいなっていう思いもあるんで、やっぱり自分もそれまでしっかり思いっきりやろうかなって感じですね、はい、やっぱり ACC を背負うからこそ勝たなきゃいけないんだとは思いますね。負けることは考えてないんで、はい、100% 勝ちます。そして志那氏に勝利した女日清もまた完全決着でのベルト体感を強く誓う。理想のフィニッシュは右フックが当てられたらいいなと思います。私がベルトを取るので、ぜひ応援よろしくお願いします。琉球が生んだ野生のマドンナか、名門チーム AACC を背負いし
最強のママだ。女子格闘技ハイレベルの女王決定戦、今その戦いのゴングが鳴る。ディープ女子ミクロ級タイトルマッチ5分3ラウンド、日清 VS 大島沙織。本日のセミファイナルはディープ女子ミクロ級のタイトルマッチです。まず登場してまいりましたのは青コーナーの大島沙織です。3歳から柔道21年のキャリア、名門東海大学柔道部で活躍しました大島沙織。そこから結婚出産を経て MMA の道へと歩んでまいりました。アマチュア全日本アマチュアシュートのトーナメントで優勝、今年は黒部美奈相手にも善戦しておりました。7月に代役として出場しましたディープジュエルスで期待のホープ桜に勝利、そして今回日清を相手にタイトルマッチというところまで駆け上がってまいりました。打撃が得意な日清を相手にはではありますが、自分から出す打撃の練習してきたと語る大島沙織。双子の娘さんがいます。2児の母でもある大島沙織、母の強さを見せるのか、今ケージインです。続いて登場してまいりますのは赤コーナーから日清であります。沖縄在住のファイター、ディープアマチュアでの活躍が佐伯代表に認められまして、去年3月にプロデビュー、9月には山崎桃子に勝利、そして12月にはノンタイトルながら女王しなしさとこに1ラウンドで勝利を挙げました日清。今年5月にそのしなしさとことこの日清のタイトルマッチが決まっていたんですが、残念ながら大会は中止。その間しなしがベルトを返上しまして、今回は大島沙織とそのベルトをかけての一戦となりました。ベルト返上といってもミクロ級って新設ですよね。これどういうことなんですか。なのでその流れでもともと持っていたしなしのタイトルがこのディープ女子ミクロ級に据えられて、ベルトは保持したまま。しなしさんベルト何級でしたっけ。女子フライ級、女子フライ級がミクロ級になった、45.0kg がリミットだったんですけども、まあ、ミクロ級を新設したことによって、そのフライ級をミクロ級に変えることによって、で1キロ、変えたんですね。まあ、44にしたんですね。さあ、そのしなしの返上したベルトが今掲げられました。もともとしなし選手は44でも重いぐらいなんで、はい、記念撮影が行われております。こちら黒いコスチュームが大島沙織、黄色いコスチュームが日清です。大島沙織はしかし熊久保さん、はい、そうするとすごいポンポンとタイトルマッチまで上がってきました、ね、いや本当そうですよね、まあ、今回しなし選手の、ね、まあ、その、タイトル返上というチャンスがあるんですけどね、はいはい、巡ってきたチャンスを掴み取るのか大島沙織。得意の打撃で地元沖縄にベルトを持ち帰るのか日清。あんまりその女子の試合詳しくない僕ですけど、この試合はちょっと見どころあるかなと思うのは、日清選手はやっぱりその前回の試合選手がすごかったじゃないですか、はい、でまさかね笑ってこられてそのボコボコにする映像が出るなんてっていう、たまたまね見ててテレビですね、そうそうそう、人生ボコボコにする映像がっていうのと、あと大島選手、まあこれもあんま知らなかったんですけど、なんか前回寝技でこのマットヒールポジションだからパンツがやったんで、ちょっと面白いなっていう、そういう、早速タックルに行くのは大島。熊久保さん、この構図ですよね、打撃対、そうですね、いきなり組みつきました、はい、絶対打撃やりたくないですね。日清の守るマウント、マウントポジションは大島沙織です。まあそれだけ日清の打撃を警戒していたということなんですね。いやでもちょっと日清さんちょっとね簡単いかつすぎですね今なんか、はい、まあ今ハーフで戻しましたけど、さあまずは大島沙織が簡単にかしますね、マウントポジション、ポジションを変えながら今横からサイドで大島が抑え込んでいます。ネアダは実力されるかもしれないですね、はい、ちょっとポジション取りを自由にさせすぎっていう感じです、そんな簡単にマウント上げちゃいけないですよ、
あ、もう今朝だったんですね。横から抑え込んでいくのは大島沙織、一星が苦しそうだ。パンチを落としているのは大島、一星はこうやっぱこうブリッジしたりして暴れる。あ、 V1 決まってる。仕留めに行く大島、日成どうしたらいいですか。手は取る、日成、足引っ掛けてバックを取るとかしないと、あとは、まあ、あの鉄砲で右側に引っ掛かるとブリッジして、はい、そうそうそう、今の絡みを蹴る、腕が入っちゃって、腕足取られちゃってるから結構厳しいですね。腕取られたら逃げるんですけど、結構実力差があるっていうか、両足で2戦、まあ、暴れなきゃいけないと、とりあえず止められるんで、はい、このままパウンド落とされ続けて、止まっちゃダメ、止まる、これ止められるって時間ですね、はい、これだと、はい、バッタンバッタン、寝たり、そう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 、右側に行かなきゃいけないと、本当はブリッジは、はい、本当は右にブリッジしかないといけないんですけど、でひっくり返す、自分の上取るように、はい、もうそれを丁寧に大島が相手の手を押さえて殴り続けていく。金網を蹴るだけじゃなくて、あのマットを蹴って、はい、鉄砲ですね、うん、こう相手ごとひっくり返す、はい、もしくは右足でバック取りに行くんですよね、これ相手の体に引っ掛けて足を、はい、で後ろを取って頭を抜いてっていくっていう、はい、ちょっと寝技の対処はできてないですね。ちょっと熊久保さん、はい、以前大島の方相手、あ、そうですね、止めた、速攻勝負でしたね。一気呵成に大島沙織が決めていった。スクッと立てましたね、一星選手。両者が健闘を称え合います。ディープ女子ミクロ級タイトルマッチを制したのは大島沙織。いや、本当に日清選手のいいところを全く出させなかったもんね、はい、全く何もしてないですよ、日清選手。殴られただけでもちょっと、いや、日清の方は やはり最初 あのタックルのところで切れなかったのが致命的になってしまいましたね。一切唾液出させてくれなかったですね、はい、あと逃げ方も悪かったかな、最初ちょっともうちょっと逃げ方ゼロの教えてあげたりとか、はい、あと練習しないのかな、うん、結構あれは柔道選手、出場選手であれやる選手結構多いんですよ、はい、あ、戦ったので、はい、そうなると大島の方は自分の流れに一気に持ち込めたところが勝因というわけですね。懸命に日清も抵抗していたんですが、まあね、女子は関節が柔らかいんで、はい、なるほどね、アームロック決まりにくいと思うんですけども、はい、でもあそこまでもうね、一歩的にられたらもうストップしょうがないですね。大島は実にこう日清の腕を丁寧に自分で抑え込みながら攻め続けました ね、 そうですね。やっぱこれはちょっとね、柔道のバックボーンを持っててね、やっぱこの自力と差が出ましたからね、はい、1ラウンドでもう日清の方ももう諦めて完敗という表情が見えました。新たな女王に輝きましたのは大島沙織、見事に日清を下してチャンピオンに輝きました。さあ、その喜びの声をお聞きいただきましょう。大島沙織です、ちょっといいですか。子供が泣いてますね。お子さんをこうケージに上げてあげたいところなんですが、す残念ながら今の情勢が娘崩ってたので上がれないんですけど、一応、まあ、双子のお母さんをさせてもらってます。育児をしながら格闘技することは、まあ、大変なんですけど、忙しいんですけども、充実した忙しさを送れているので、とてもいい生活をしています。格闘技、プロになってもうすぐ1年になります。今日まで4試合、やってきたんですけど、全部違う階級で50キロ、 52.5キロ、 49キロ、そして今日初めて44キロで試合をさせてもらいました。まだまだこれから総合的な力をつけていかなければいけないと思うし、やっぱり娘たちにもいろんな景色を見せてあげたいと思っているので、皆さん応援よろしくお願いします。DJ 選手、この戦い、そしてこのマイク4戦でのチャンピオンに輝いたという大島沙織、どのようにご覧になりましたか。
そうですね、寝技上手ですね、抑え込みとかグラウンド、はい、これからも楽しみなんですけど、まあ、育児をしながらという、はい、まあまあ、基本的にあれですかね、でもあの子孫を残せるのは生物としては強いってことだから、この人は生物としては強いんですよ、はい、そういった姿を見せていきたいという話がありました。どういった戦いをこの後は期待したいですか。やっぱしなしさんがいないのかな、ミクロ級は、はい、しなしさんじゃないですか、はい。まあ、今後あのディープジュエルスのミクロ級のタイトルと統一戦というファンも出てるらしいんで、まあ、こちらは決勝がまだなんですけどね、はい。熊久保さん、前回も代役で桜に勝ち、今回もこの情勢の中で巡ってきたチャンス、はい、掴み取りましたね。しっかり取りましたね、はい、素晴らしいです。最後にはお子さんを抱えてというところで、2児の母大島沙織がチャンピオンに輝きました。ライジン出てるから偉いとかそういうことを考えてるファンがバカだと思っていて、俺が出るんだからディープ来いよっていう気持ちもあるし、ライジン出ないんだからどうこうとか言ってるファンは正直考えが浅いんじゃないかなと思ってます。狂気を姿勢の裏に隠したフェザー級王者、ヤマスドミネーターサトシ。誰よりもエキサイティングな試合をする強き王者は、一流の会社に勤め家庭を大事にするエリート社会人。そのクレバーな頭脳で冷静に自分自身を分析する。自分が格闘技やることは決してなんか美談にはならないなと思っていて、自分の格闘技って正直余計なものなんですよね。やらなくていいもので家族とか会社の人に何らかの不利益がいってしまうようなことだと思ってるんで、ただそれを理解してながらもどうしてもこれやらないとやっていけない自分も同時に見つけてしまったので、正直今いろいろ考えながらまあ結論は先延ばしにしながらもダラダラ続けてしまっているところはあると思います。自分には時間がないことは誰より自分自身がよく分かっている。王者は勝利への最短距離常に走っていく。一個一個詰めていくような時間はちょっと自分にはないのかなと思ってるんで、試合に勝つにはどうすればいいっていう方向で物事を考えるようにしてるので、この瞬間勝つには相手にダメージを与えるには相手を決めるにはっていうところを考えるように動いてます。その前に立ちはだかる質実剛健の挑戦者、牛久潤太郎。その師匠は現役時代難攻不落と呼ばれた横田和則。ディープフェザー級を長らく牽引してきた系譜は今なおここに引き継がれている。自分の教えてもらっている師匠が横田さん でやっぱりこうディープのベルトを巻いてでずっと守ってきた伝統あるフェザー級のベルトを自分もその伝統を受け継ぎたいと思って、はい。そしてその横田が一番大事だと教え続けてきたスタミナ強化。牛久の最大の武器はまさにそこにある。スタミナっていう土台があっていろいろこう技術だったりそういうのも出てくるんで、やっぱり自分の中でもやっぱスタミナが一番大事で、そうですね、そこがやっぱ切れちゃうと、まあ、根性も技術も使えなくなっちゃうんで、はい、自信があるんで、はい、最後までしっかり戦い抜くことができます。はい、一番重要なのはその身体的なスタミナというよりは精神的なスタミナ、気持ちが折れずに自分が狙っていることを遂行する、自分は全局面どのタイミングでも終わらせることはできると思ってます。牛久選手すごくいい選手ですし、若い頃からずっとやってファンクラスのタイトルマッチも経験してすごくいい選手なんですけど、絶対ヤマスの方がロマンがあると思うんで、自分が勝った方が盛り上がると思ってます。まあ、自分と肌合わせればもう言えないんじゃないかな、はい、ロマンなんて別にこれから作ればいいと思ってるんで、はい、ないからこそ僕のロマンをこれから皆さんに楽しみにしてもらえたらすごく嬉しいです。完全フィニッシュで試合を決めます、はい、
お互いに宣言した完全勝利。そしてディープの頂点に君臨する王者から昨今の風潮への強烈なアンチテーゼ、これはあんまり求められている答えではないと思うんですけど、口で言って目指している団体に出させてもらって、で、まあ、出て満足なのか知らないですけど、そんな何の努力もない、ただ試合後の一瞬の安いマイクで言ったから何かお前の人生変わるのかっていうと、俺は違うと思うんですよ。まあ、そういうのと一緒になりたくないっていう気持ちはあります。格闘家なら言葉のアピールより試合内容で示す、これがディープの戦いだ。俺たちを見たければこの場所に来い。ディープフェザー級タイトルマッチ5分3ラウンド、王者ヤマスドミネーターサトシ VS 挑戦者牛久潤太郎。本日のメインイベント、リーグフェザー級タイトルマッチ5分3ラウンドです。まず登場してまいりましたのは青コーナー挑戦者の牛久潤太郎であります。2014年にはパンクラスネオブラッドトーナメント王者にも輝いた牛久、パンクラスで活躍し、そして去年5月にディープへ電撃参戦してまいりました牛久です。5月9月12月と連勝を続けまして、たどり着いたこの王座への挑戦権です。自負しておりますのは無尽蔵のスタミナ、柔道ベース組の強さと強い体幹から繰り出される打撃も持ち合わせておりますこの牛久潤太郎。師匠横田和則も巻いたディープフェザー級のベルト、弟子へとそれを引き継ぐことができるんでしょうか。王者ヤマスドミネーターサトシに挑戦していきます。牛久潤太郎がケージに入りました。まあ、熊久保さん、この挑戦者牛久の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、観客席を、ね、ちょっと見渡したりとか余裕も感じさせられるので落ち着いておりますね。はい、続いて登場してまいりますのは王者ヤマスドミネーターサトシです。今日も仮面をつけてなかなかに不気味な様子を漂わせながら登場してまいりました。強烈な打撃と洗濯バサミをはじめとするキメの強い寝技で勝利を重ねてまいりましたヤマス。おととし10月にはノンタイトル戦ですでに勝利していた芦田隆弘のベルトに挑み、見事第9代リーグフェザー級王者に輝きました。去年5月には DJ 大輝選手相手に初の防衛戦、激闘の末実力者を退け防衛成功となりました。今年5月大会で決まっていたカードですが大会が中止となり、4ヶ月の時を経てついに実現するこの一戦、両者の止まっていた時計がここから再び動き出していきます。2度目の防衛戦へと臨みますヤマスドミネーターサトシがいつものパフォーマンスとともにケージに入っております。チャンピオンベルトが返還されていきます。このディープのフェザー級、このタイトルをかけましての対戦です。山田選手の体ちょっとフェザー級とは思えないぐらいでかいですね。これさっきのライト級の2人と変わらないぐらいの体格、その体つきになりますよね。まあ、去年の5月 DJ 大輝選手はこの山田ドミネーターサトシに挑戦したという戦いがありました。実際手を合わせてみてのこの山田という選手、どういった印象がありますか。思い出す頭痛くなるんですけどいや、僕もいろんな、ね、今選手やって、はい、まあ、例えばね、マルロン・サンドルとか、はい、高橋宏之とかパンチ浴びてきましたけど、全然倒れなかったのが一発で倒されましたから、うん、今まで食らったことのないようなパンチでした、ね。はい、その DJ 選手のパンチもヤマスに的確に当たり、一度はこのチャンスを引き寄せた戦いでした。しかしながらそこからのヤマスの反撃はそれだけ感じたことのない強烈な、そうですね、一発で倒せば人ってあんなゆっくり倒れるんだと思いましたそうなんですね。さあ2度目の防衛戦ですよ。ヤマス ディープフェザー級の系譜、師匠から受け継いでいけるのか牛久潤太郎、挑戦者です。ディープフェザー級現王者ティープ SOS 所属
変幻自在の MMA ピエロ2度目の防衛戦を迎えます。ヤマスドミネーターサトシ、5分3ラウンドの戦いです。ディープフェザー級タイトルマッチです。一方この牛久潤太郎というファイターは DJ 選手はどのようにこれまでの戦いは見ていますか。まあ、前とあんまり強くない人とやった戦いもあるし、はい、あとはいろいろ例えばなんだろう、横山選手の試合では見ましたけど、はい、結構シーソーゲームで、うん、なんだドローって言ってもいいぐらいの試合だったんで、はい、なかなかその実績のある選手だったら難しいですね。まあ、ここというところがなかなか難しいファイターという印象なんでしょうか。まあ、実力未知数という感じではあるけど、はい、さあ第1ラウンド始まっています。紫のトランクス挑戦者牛久潤太郎、赤いトランクスが王者ヤマスドミネーターサトシ、左足を現在前にしています。熊久保さん、はい、ヤマスというファイターはもう決めも打撃もというところがある、はい、そうですね、影響ありますよね。ただそれは牛久選手も一緒だと思うんですよね。はい、はい、やっぱどうできるオールマイティの選手ですよね、両方も、はい、ただやはりヤマス選手の方がその一発の強さを見せてますよね、はい、オールマイティっていうイメージですか。僕はもう完全に打撃っていうイメージになってますけど、ね、足出せも完全にもうパンチ効かしてからのアームロックでしょ。はい、ヤマスはこうなんていうんですかね、いろいろな多彩な技を繰り出すファイターだなという印象がありますね。そうですね、ちょっと動きもね独特ですよね、はい、さあ組みついていくのは牛久、やっぱ牛久はグラウンダー勝負に来たんですよ、ね、はい、引き倒していく。しかしヤマスの方も落ち着いた表情で対処しております。際で逃げないんですね、アムロック行きたいな、相手の腕を取って逆にというところですね。牛久の腕を取って決めに行こうというヤマスです。こうなると腕を取られている格好になっている牛久の方はどういう攻めをしていけばよいでしょうか。まあ、今むしろ牛久が腕を取ろうとしてたんですね、十字さんになったので、離れていきました両者。再び睨み合っていきます。結構今回ヤマスはアグレッシブにいきますよね、はい、もうちょっとね、スカしてっていうか、自分の時は結構最初はスカしてって距離取ってって感じで、はい、カウンター狙いって感じだったんですけど、うん、今回結構自分から言ってますね、もしかしたら牛久のプレッシャーがあんまりないのかもしれないし。あ、なるほど、押し付けていくのは牛久、もう一回タックルを狙っていきます。膝を入れてガードしようというヤマス、本当はこう足で距離取って左上脇を刺してこの4つの状態イーブンにしたいんですけど、それを刺しに行かないから独特の逃げ方って自分とは逃げ方違いますね、はい、独特のこのカードの仕方、抵抗の仕方というヤマスです。まあ、離したいんだろうな、後ろ向きながら、まあ、アームロックもあるし、第1ラウンドはもうすぐ2分を切ろうとしています。熊久保さん、はい、ヤマスの方はこう左足を前にしたり右足を前にしたりしてますね。キックを見せる牛久、フェイントを入れて前に飛び込んでいこうというヤマスです。飛び込んでいった牛久のパンチ、分を切ります。牛久選手は左のオーバーとか左のセットになってますよね、はい、打撃に関しては。その一撃がどこかで炸裂するのか、牛久潤太郎、回転蹴りパンチで応戦するヤマス、大振りを見せましたのは牛久です。牛久選手の右目が赤くなってまで、左目右のパンチ当たったんですよ、はい、ヤマスのパンチの破壊力を物語るような傷跡があります牛久。山瀬選手はアッパーの帽子を見せるから牛久選手が入りにくいですね、なるほど、まあ、山瀬タックルはその牽制してアッパーの検討です、はい、距離を詰める山瀬、プレッシャーかかったんですね、はい、でそのプレッシャーをかいくぐるように牛久の左フックボディ、そこからキック、牛久選手はこうやって当たってるんですよね、今のボディとか、はい、唾液を当てながら、唾液でもやり合いたいのかな、うん、
序盤こうタックルに行くという姿勢があった牛久ですけれども、横田さんはそのね、あのタックルの寝技に固執するような選手じゃなかったので、はい、基本的に打撃でっていう、うん、牛久潤太郎、ケイクラン、横田和則氏のジムで修練を積み重ねてきています。ここはタックルに行って牛久が押し付けていこうという展開。熊久保さん、この状態でも山須はあまりこう表情を変えずに、そうですね、時間も短いですしね、ただ逆に言うと牛久選手の方はもうしっかりとポイント取りに行こうという形ですよね、はいはい、ラウンド際というところで攻めていった牛久潤太郎、ここで1ラウンドが終わっています。 DJ 選手はこのラウンドはどのようにご覧になりますか。まあ、テイクダウン取ったのは牛久選手ですけど、まあ、最初のパンチが当たって牛久選手の目が腫れてるからダメージという意味ではその山須選手かなと思うんですけどね、取ったのポイントって牛久のこの攻めタックルからの攻めももう一つ二つないとダメージ当たってないなっていう反応したわけじゃないし、はい、倒しただけっていう、そこをさらにという2ラウンドの期待ですかね。立ち上がり際にキックを見せておりました山須、とりあえず寝技に行きたいって感じは分かりしますけどね、牛久ですか、スタンドは危険だからって、はい、まあ、ね、牛久選手はパンチもらったし、逆に山須の狙いとすると、まあ、いや打撃ですというところですか、まあ、右のパンチで倒したいんだなという感じはしますよね、はい、さあ横田さん、セコンドについておりますがどういった指示が牛久に飛んだんでしょうか。左目が腫れてる、ね、パンチ当たってますね、はい、やっぱ破壊力ありますね。5分3ラウンド第2ラウンドの開始です。さあこの出だしはどういった攻防になっていくのか、どちらが主導権を握るのか。ローキックを見せた山須、切り返すのは牛久がそのまま飛び込んでいく。さっきからね、あの山選手が牛久選手の蹴りを、はい、あの防御し避けないんですよね。それが気になるのが蓄積して効いてくるのかもしれないし、はい、まあ、ボディが我慢なくてもハイキックとか当たるんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど、距離を潰していってタックル、牛久足をかけて倒そうという牛久ですがどうか。熊久保さん、はい、横田さんの指示も飛んでいますね。そうですね、まあ、ね、自分の巻いてたベルトですからね、はい、死ねば取ってほしいという気持ちはね、もちろん強いですけどね。横田さんも、はい、もう自身の戦いが終わった後はこうチャンピオンを育成したい、はい、そんな話も横田さんからもありましたね。仕掛けてから構え直せよ。さあスイッチをしながら山須がじわじわと距離を詰めていく。蹴り当たってますよね、はい、山下のキック、ね、一発二発これ蹴ってくるとは思うんですけどね、うん、牛久選手の蹴り、はい、膝で飛び込もうという山下、今度は前蹴り。山下の方はあまりこう気にしなくていいということなんですか。痛そうですけど、はい、でも自分のパンチが入ったら倒せるっていう、そのスタンドでやっぱ山下選手が警戒してる寝技であって、はい、あんま打撃は警戒してないような感じですけど、打撃でやられるかもしれないですね。 あるいは打撃はあんまり、ね、警戒してないですよ、まあ、スタンドで山下選手が、はい、まあ、自分の方に分があるタックルをすごい警戒してるんですよ、はい、横田さんからの指示が飛んでおります。牛久潤太郎、押してなんかできるような、はい、何ができるんですかね、まあ、それをこれまで積み重ねてきたものが押して何かできるようなと思いますね。キックを入れていく牛久、腕は結構入ってるんですよ、はい、パンチで打ち返して押し返そうという山須ドミネーターサトシ、2度目の防衛戦当たった、当たった、山須がダウン、ちょうど正面になりましたね、はい、左フック、いや DJ 選手のお話がこういったところにあるわけですね。あ、でもアームロックで返せるか、でもマウント取られて、はい、逆に腕を取っている、いやでもこれ、まあ、今牛久選手有利だと思うんですけど、はい、マウント取ってるんで、うん、もう一回ひっくり返しましたね。繰り返して今度は攻めに転じられるか、離れました。いや、一撃、牛久の一撃、最初にダウン取ったのは牛久選手でしたね、はい、なかなか油断できない、最初にダウン取ったか勝てるとは限らないんで、もちろんそうですね。セコンドからも焦るな焦るなという声が飛んでおりました。ちょっと村選手息上がり始めましたね、はい、まあ、攻撃もあるんでしょうし、うん、さあここからリズムに乗っていきたい牛久、牛久の蹴りがいいですね、はい、当たってますね、対処できないですよね、まだ蹴りに対して、うん、
そうなるとこれもまた一つ牛久の攻めの自信につながっていきますよね。まあ、俺が先ほどバンバン蹴るって言いますけどね、はい、まあ、上中下分けてって言って、あ、なるほど、はい、ジャブで前に出る山津、打ち返す牛久、ボディフックで返す山津、タックでにいったのは牛久です。ミニフキーが出ました。はい、打ち返していきます山瀬。熊久保さん、はい、この辺りは山瀬も気迫を押し返していきます ね、 そうですね。さっき初めの右フックが多分入ったと思いますね、はい、先頭牛久選手がちょっと今下がってますね、うん、牛久の声が当たってるんですよ、はい、どちらの打撃も当たっている。第2ラウンドはもうすぐ残り時間は結構やっぱり選手牛久選手の打撃無視してます、ね、当たっても、はい、もうとにかく自分のタックルを警戒してるって感じで、はい、しかしそれで先ほどまた蹴り入ってしまいました。効かないわけないと思うんですけど、ね、ですよね、痛そう、はい、それでも自分の攻めをまた左に入りました、はい、そしてタックルタックルに対して、おお、入りましたね。牛久がたまらず倒れてしまった。踏みつける、足出せを思い出す、そうですね、サッカーボールキック、その山下の足に絡みついていく。山瀬ちゃん離したいですね、これ、はい、本当はタスがマウントをフルマウント取るか、ね、これ右に寝かして背中べったりつけたいんですけど、はい、焦んなくてもいいと思うんですよね、ここで懸命にしがみついて、今牛久選手から右手足をかけた。牛久倒しました。今のは牛久選手のダメージだったと思いますね、はい、でも牛久倒しましたね、しのぎましたね、ここその膝が炸裂しました。絶対今効いてるんですよ、はい、それで掴んでしのいでって、うん、第2ラウンド時間がない、しのぎたい牛久。ちょっと山下作戦ミスですね今、はい、第2ラウンド終了。いやー、またまたこの2ラウンドを場内を煽っております。拍手でそれに応える観客席。よくしのぎましたね、あれをあれで終わってもおかしないぐらいの時間でしたね、はい、強烈な膝が入りました。この2ラウンド、まずこの牛久のパンチ効かしますよ、これ、はい、にこの一撃。しかしそれはどうにかしのいだ山瀬。そしてこの引き込んでますからね、はい、サッカーも踏みつけをもらってるし、はい、ここで山瀬の足をどうにか必死に掴んだ。ここまではいいんですけど、この後ですね、はい、ここで焦って肘じゃなくて、ね、本当ちゃんと本当寝かしたかったんですけど、はい、寝かしてマウンテン肘パウンド入れたかったんですけど、ちょっと焦っちゃいましたね。この2ラウンドはどういった評価でしょう。難しいですね、これ上空のラウンド取ってるから、はい、まあその過激があったってことで、まあ、ドミネーターにポイントを入れてもいいかなっていう、はい、ダウン1回ずつ取ってるんで、さあこの2ラウンドを経て最終ラウンドです。第3ラウンドが始まりました。今回もお客さんは歓声の代わりに拍手で応援してくださっております。はい、どんな展開がこの後待ってるんでしょうね。本当ですね、お互いにダウン一つずっと待って取ってますからね、はい、蓄積してますね、お互いのダメージが。動きも遅くなってるし、はい、結構顔面のダメージはまた左フックあったし、お互いやっぱそうですね、ディフェンスよりも攻撃重視ですよね。面白いんですけど、はい、いや選手陣は短くなりそうですね。いや、それでも自分の打撃をどうにか与えて優勢に運んでいきたいという両者。もう一回タックルに膝を合わせていった山瀬、押し付ける牛久。熊久保さん、はい、そうなると牛久の方はまあスタミナに自信があるという試合前の話でしたね。そうですね、はい、しかもやっぱり山瀬選手は最終さっきのラウンドで、はい、使ってるんで、ね、うん、出しかけてるんで、はい、結構足田戦も3ラウンドバテバテでしたしね。あ、なるほど、働きながらありますからね。しかみついて崩していくのは牛久潤太郎。ちょっと山須が苦しそうな表情、息が上がっている表情になってきました。それでも下からでも牛久の腕を取ろうというのが山須です。アームロックも対して練習してきたはずなんですけど、はい、力強いんでしょうね、無理やりこう外してっていう、はい、まあ、でも読まれてるから対処できると思うんですけど、牛久選手はこれ金網を蹴って自分が上になろうというひっくり返す山瀬。チャンピオンの底力を見せていく。そしてバックバックから首チョークを狙っていく。いやー、牛久がやり返す。
久保さん、はい、身体の攻防が続きますね。そうですね、選手がやっぱりちょっと動きは的には上回っているんですよ、今のところ。まあ、ラウンド変わらずに攻め続けられているというところですかね。また来ますね、アムロック。アムロック以外のちょっと言い方欲しいですよね。これはこの例えば一辺倒だと牛久の方ももちろん対処できる、対処実際してるわけですし、はい、そうするとあとはどういったヤマスの動きを期待したいですか。普通に ABC 距離取って立つとかですけど、はい、しかし逃げを許せない、許さないのは牛久潤太郎。しつこく攻めていく、またゴートする牛久、抵抗するヤマス、またいでいく、牛久がしっかり攻め続けています。第2ラウンド、最終ラウンドは間もなく残り時間2分を切る。熊久保さん、はい、ヤマスの方がややこの辺り牛久の攻めをこうしのぎあぐねるというか。そうですね、やっぱ抑え続けてるし、はい、牛久選手の方がやっぱ上を取ってるので、ね、はい、ヤマス選手としてはちょっとプレッシャーを感じながら、しかもスタミナも奪われてる状態ですし、はい、牛久選手ここから攻撃が欲しいんですよね。ただ上を抑えてるだけなんで、はい、そうですね、もう一つ明確なダメージっていう意味だと、はい、あ、そうそう、こういう風にサービスショットトライしたり、バックに張り付いていく、そこから王者の首に腕が巻きつく、ここから殴りすぎればポイント入ると思いますよ、はい、逃れようとするヤマス。セコンド横田さんの声が粘れ粘れよと牛久に飛んでいる。おお、サッカーボールキック、蹴る、一発二発、ここから山下の時間となっていくのか。踏みつけようという山下、はい、山下バテてますね、はい、ちょっと踏みつけのキレが悪くなって、はい、そこを絡まっていく牛久がそうはさせませんでした。ここで牛久選手がね、はい、と完全にポイント取れるかどうかですね。いや、しつこくしつこく攻めますね。立ち上がりたい山瀬、残り時間は1分を切りました。このフェザー級タイトルマッチ、また戻ってきましたね、はい、牛久の腕を取る山瀬。しかしこのアームロックはどうでしょうか。いや、もう完全に読まれてますね。もうここまで、ね、もう左腕になってきたらもう対処もするんで、はい、もうこういう風にその逃げられちゃいます、はい、そしてもう1回右腕を山瀬の首に巻きつけていく牛久潤太郎です。残り時間は30秒を切りました。攻め続ける牛久、山須どうする。牛久に殴りたいですね、はい、まあ、もう攻め続けは分かるので、もうここからポイントをダメージを与えてほしいです、はい、足でフックをしながら、ここ結構重要ですよ、はい、肩がたね、肩がたこれ入んないですね。まだちょっとこう隙間があるというか余裕がありますが、しかし山須の表情は苦しそうだ、スタミナが苦しそうだ。ここで試合終了のゴング、ディープフェザー級タイトルマッチは判定と持ち込まれていきます。3ラウンドは牛久選手がコントロールって感じですね、はい、いや、視力を両者出し切っていくような。そうですね、結構2ラウンドで両者出し切った感じが、そうですね、結構3ラウンドグダグダしたけど、まあ、なかなか2ラウンドで両者が2ラウンド、そうですね、2ラウンドで集約されてましたね、はい、試合の記録は。いやー、本当にこの3ラウンド、山久保さん、はい、牛久のこの必要な、そうですね、もう本当に自分のやるべきことをやろうとしていた牛久の姿、はい、そうですね、でそれをね、やっぱ山選手もね、こう返して、あのアブロックに返していって、はい、サッカーキックに乗ってたっていうね、いますからね。山本選手、アームロック以外の逃げ方をちょっと覚えないと、ちょっと厳しいです、はい、1回潰されたらもう終わっちゃうんですよね。1ラウンドこそ逃れましたけれども、それ以降は牛久もじゃあ次はというので、相手この左牛久でやってこないなって分かっちゃう、はい、さあ判定です。ジャッジ橋本28対28、マスト判定、青牛久、マスト判定で1人目牛久、29対28、赤山、2人目は山須、29対28、さあこれで2対1牛久です。3票目が牛久に入りました。山下表情見てるとなんか自分が負けたの分かってた感じがしますよね。まあ観念したような表情でしたね。判定4対1で牛久潤太郎が新しいチャンピオンに輝きました。第10代のフェザー級王者となりました牛久潤太郎です。
DJ 選手、この一戦を振り返っていただいてどのような声をかけますか。ちょっと嬉しくやりたいですね。まあ、次は逃げんのよってやれよ、俺とやれよ。まあ、次は下宿純太郎はこの DJ 大輝選手の挑戦を受けてということになっていくのでしょうか。今ベルトが下宿純太郎の腰に巻かれました。熊久保さん、はい、横田和則師匠も巻いたベルトがその腰にというのは、そうですね、もう経営くらいでベルトを持ってきましたよね。こちらは残念ながら防衛ならなかった山下ミネーター聡もその悔しさをあらわにしています。まあ、この試合で勝てば、ね、あの山下選手も、ね、一つ上のステージに多分行けたと思うんですけど、はいはい、それを防がれたと思いますね。DJ 選手はこの戦い結果になった分かれ目、どういったところが勝因と考えますか。やっぱり判定になるとやっぱ寝技選手が有利かなっていう気がしますよね。なるほど、はい、だって3ラウンドで何か、ね、明確なそのニアサブミッションがあったわけじゃないから、はい、正直そのグランドコントロール、それがやっぱ勝負の負けたかなというそのジャッジの印象、はい、ダメージ的にはやっぱ2ラウンドで、ね、山下選手 の, その左上げの印象は強いですけど、はい、まあ、それでも攻め続けた牛国というところで軍配が上がりました。さあ、それでは新たなチャンピオンとなりました牛久純太郎、その喜びのマイクをお聞きいただきましょう。新チャンピオン誕生ということで幕を閉じましたディープ97インパクト。 DJ 選手、この大会振り返ってみていただいていかがでしたでしょうか。いや、僕なんだかんだ言ってあの2020年初めてのこういうイベントだったんです。全てコンサートを含めて、やっぱいいですねイベントって。そんなね、あのコロナで死ぬ前にこのストレスで死んじゃうって話ですよ。はい、そういったところを払拭してまたこういった熱い戦いを見て、イベントいいですね。熊久保さん、はい、今はもう師匠との抱き合ういいシーンもありました。そうですね、まあ、やっぱりこの自粛期間中というのにですね、はい、やっぱりその何をしてきたか、やっぱり新しい武器をその増やした選手が結構いるんですよね、はい、今年は絶対に渡しても、やっぱりそのこの休んでる間に自分が何をしてきたかっていうのはこれ発表する場だったと思うので、はい、まあ、それを見事に体現したのが、まあ、牛久選手であり大島選手だったんじゃないかという感じがしますね、はい。横田和則さんもこれでもうチャンピオンを育て上げた名伯楽というところで思いを一つ遂げた形になりますね。そうですね、嬉しいでしょうね、はい、さあ熊久保さん、はい、次回大会は10月31日ディープジュエルス、はい、そして11月1日にディープ昼夜同日開催が待ってますね。そうですね、はい、まだまだ戦い続けますからね、はいはい、まあ、本当にあのね、あの新しい時代が来てますからね、はい、楽しみですね、今後のディープのこのね、誰が権を取っていくかということですね、はい、そうですね、今回も新しいチャンピオンが2人誕生したわけですからね、はい、ここを巡ってということになっていきそうです。さあ DJ 選手、先ほどはこの牛久純太郎俺とやれよという話もありました。今後の DJ 選手の目標あるいは視野に入れているところ、どういったところをお話を伺いますか。でもここ数年あんまり試合できてないんで、とにかくたくさん試合をするということがまず目標ですね、第一の。はい、まあ、そしてゆくゆくはこの牛久の持つベルトなのか、そして大舞台なのかというところでも DJ 選手の活躍、そして入場のパフォーマンスも含めて見ていきたいと思います。俺ライジン出れないから牛久のベルト狙っておきますよ。その姿も期待しております。このあたりで後楽園ホールよりお別れです。お二方今日はありがとうございました。